はい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 。無事鑑賞を終えた。なるほど。ザ、お、なんか、王道の、なんか、あの、美少女ゲームやってる感じがある。萌えゲーやってる感じがある。うん。いやー、言うてそういうのやってきてるのませんからね。メジャーっちゃメジャーです。で、まあ、ガルフでもね、当時はある程度ね、あの、クロエルメール出てきたりしてね、わーってなりましたけど、で、推しキャラもね、持ち付けエレンダとかできたからね。そうそうそう。いや、なんかね、これね、音ゲーできないんで、ラブライブとかね、アイマスとかも全然ね、触ってきてなかったんで、あー、なるほど、なんか、あー、見たことある。なんか、よくオタクどもがやってるっていう感じのね、うん、オタクどもってね、毎回言うなって話なんですけどね。いや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 、まあそう、言うて、そう、全然ゲームやらないから、なんか、あ、やってる感がありますね、ゲームを。まあ、プレゼンが学園なんだ。学園もの扱いになるんだ。なるほど。あざとい。でもいいね、それ。ほう。はあ、日本最高峰、方法というか、他にもあるのかい、タコがあって。はい、ああ、これお一人でも、はい。おや。理事長なんだ。ほう。それは実年齢を探ってはいけないパターンか。はあ、はあはあ、ほう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 。まあ普通にここはだいたいゲームやるときはあのロイトエススキーってね、あの名前使ってるんですけど、まあ、ここは普通に山城にしときましょうか。あと、ロイト・エス・スキーはね、いろいろと、武器を看護しますからね。さあ、本性丸出しっていうね、設定は、プロフィールから一応変更できます。まあまあ、あ、そうか、そう、あの、カンコレはね、最初ロイト・エス・スキーで登録したらね、カンコレって変更できないんですよね。そう、それでね、そのままもうロイト・エス・スキーでずっとやってますけど、うん。もともとはペンネームでしたからね、あれが。18期向けの。で、この内容で登録しますとよろしいですか。はい、山城でやりますよ、普通に。はいはいはい。いわゆるプロデューサーさん的な立ち位置ってことかな。はい。まあ、どっちかというと、トレーナーだから、あれか、こう、競馬のシステムで言うと、馬主さんじゃなくて、あの調教師さんのイメージなのかな、騎手のイメージなのかな、どういう感じなんだろう。ほう。はあ、さあさあ、やっさあ始まりますよ。これ、いや、なんかプロデューサーさんみたいな感じの言ったらダメなのか、うん、トレーナーさんっていいな、なるほど。ねえ、うん。はいはいはい。これ、そういうのもいいね。うん。これあれから普通に山田にしといたら、名前呼んでくれたりとかあるのかな、ないのかな。一回ちょっと山田に変えてみるかな。さすがにそれ下げだとそこまではないか。担当はそれで、はいはいはい。まあせやな。あ、はい、あそうだ、ガチャだね。そうそう、カンコレずっとやってたからガチャ新鮮。あの、カンコレガチャがないんですよね。あの、建造なんで。あー、ガチャは本当に。はい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 。まあ一応、ガルフレであったから、なんとなくシステムはね、いけると思いますよ。で、まあ5回、あ、無料でとりあえず引いてみましょうね。プリティダービーガチャを5回行いますと。はい。まあ、最初ですからね、はい、ちょっと回してみて、そうすると何が出てくるのかな。なるほど、はい、
まあ、最初ですからじっくり見ましょう。あ、こういう感じでね。あれ黄色になってるのか、あれかレアカードってことか。おお、ダイバースカーレットで、はい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 、ついに桜バクシーンを、ほう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 、なるほどなるほど、あ、結構いろんな感じの声でいいですね。ああなるほどなるほど、はいはいはい、他にあハルフラだもんね、ピンク感、春感ありますね、うん、ゴールドシップ、ほうほうほう、この辺りになってくると私ピンとこねえね、はい、なるほどね、こんな感じでの前に、はいはい、はサポートカード、はい、切り、あ、横にあるこれに、あ、ちょうどしまった、こいつのボタンがあった、よいしょ、あ、押せた押せた、はい、サポートカード、はい、これは通常のカードと見せて、はあ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 、いわゆるバイスシュバルツでいうとこのイベントカードみたいな感じかな、うん、はい、はいはいはい、育成をこうちょっと、はい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 、じゃあ次回ポンとしてみましょう、はいはいはい、最初ですからね、うん、はい、ほうほう、そう書いてよね、はいはい、オブリキャップ、はいはいはい、ほう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 、うらそうなんだな、はいはいはい、いいな、メジロバックいいね、はいはいはい、あ、こう来るんだ、ほう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 、来るな感じもね、あ、かわいいな、もっと卵クロスか、はあ、卵って聞くとキャットのイメージが強いけど、ミホのブルボン、はいはいはい、はあはあはあ、無事奇跡、はいはいはい、あ、ちゃんと SR も最初にもらえるんですね、はあ、という感じ、あ、アイテムカードみたいな感じじゃなくてキャラクターカードが出てくるんだ、はあ、はい、スタートさせてください、よろしくお願いします、さあまだゲーム性が全然つかめてないんだよな、うん、さあまずはやり取りをしていきますよ、はあ、はい、はあ、アクセスできるんですね、わかりました、はい、あ、すでに誰かいますね、あ、まずは育成をしなさいよと、はい、押してみましょう、育成ね、すると、はい、あ、シナリオを読んでいくと育成できていく感じなんだ、はあ、ははあ、一応ちょっと読んでいきますよ。一応紹介動画ですからね。育成シナリオを攻略しようということで、トレセン学園では日々たくさんの出来事が起こりますと。育成シナリオを選んで学生を取り巻く問題を解決しましょう。あ、クエストみたいな感じかな。はい。で、シナリオを攻略すると馬娘の成長にもつながりますということでね。なるほど、なるほど。じゃあやっていきましょう。まあ、チュートリアルですからね。はい。はいはい、3年間をね、あ、こう期限がちゃんと決まってんだ、はいはいはい、で、彼女の嫁方、馬娘たちは目標となるする内容も様々、いろいろな馬娘を導いて各トレーナーを目指しましょうということですね、はいはい、お気に入りの馬娘を育成しようということですね、はいはいはい、
馬娘たちは個性豊かなことばかり、馬娘ごとに基礎能力がスキル適正なのがやっぱ異なるわけですね。あるんですね。はい、育成は何度でも繰り返しできるので、まずはお気に入りの馬娘を育ててみましょうと。はあはあはあ、で、最初のね、競った子がね、5人でいいの ?5 頭でいいの何だっけ、あ、最初はまず、ダイバースカーレットでね、やってくれってことね。なるほど。はいはいはい。わかりましたよ。はいはい。ポニーのテールだけは、ポニーじゃないか、サラブレッドだから。うん、ツインテールってね。なるほど。はい。さらに育成の準備をするって言ってます。はいはい。三女神様、はぁ、あ。辛い方が美味しい。おデスソースになってねえか。お知りませんよ。はあ。はあ。はあ。なるほど。学園物っぽい。いいですね。うん。はい、へえ、はい、そうですね、はあ、なるほどなるほど、いろいろこう間に入るので、継承馬娘、はあ、託してくれる馬娘のことを、はい、はあ、ほう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 、はあ、はい、ほう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 、そうなんですね。はい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 。合成みたいな感じとは、ま、違うんですね。で、はい。選んでみましたよと。はい。この子を選んで、決定をすると。2人選べるのね。はい。はい。あ、お任せで、ね、ポチッと押したら、はい、はい、相性なんてあるの、はい、はい、ほうほう、はいはいはい、まあきっといろんなこの相性図みたいな、あ、はあ、はあははあ、つないでね、はいはい、ああ、長距離タイプとかいろいろね、はい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 、いやいや、思いをつ、受け継がせてみましょうね、育成開始時の能力や適性が高くなりますと、はい、育成中の継承イベントで馬娘が成長しますと、継承しても殿堂入り馬娘はいなくならないので、より強い馬娘を育てるために活用しましょうと。はあ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 、なるほどなるほど、サポーターみたいな感じなのかな、うん、ほう、なんかね、他にいろんなゲームやってたらね、うまいこと例えられるんでしょうけど、うん、はあ、はあはあはあ、はあ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 、へえ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 、サポートカードはまたサポートカードで、あって別デッキっていうような感じなのか、はいはいはい、へえ、そういう扱いなんですね、
こういう感じの初めてやるな。敵サポートっていうのはアイテムカードみたいな感じになるかと思ったら、ちゃんとキャラクターカードにはなってるんですね。もうお任せで、とりあえず入力してね、ことなんで、はい、なんかいっぱい揃いましたね。行くぜ、開始しましょう。はい。で、A 代はスカーレットで、まあ、こんな感じで始めますよ。ほう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 。なるほど、なるほど。すると、育成が始まるのかな？お、なんか始まりましたよ。ここはトレセン学園と。はい。みんなの憧れ、輝ける栄光の舞台、トゥインクルシリーズを目指して走る、前途有望な馬娘たちが数多く集い。ナレーター風に読んでみます？ちょっと頑張って声イケメンボイス風にして。仲間たちと共に学び、身と心を鍛える切磋琢磨の日々を過ごしていたのだが、ほう、危機なんですね。エマージェンシーなんですね。いけないですね。まあ私のことでしょうけどね。はい、はい、おや、なんか思いにかけてますね。いや、上の猫も気になるけど、はあ、はい。レースを、はあ、はあ、すべての距離、すべてのコース。ほう。の？はあ。はあ。ほう。はは。特に含みもなくやっちゃいますね。はい、こうして、こうしてというにはなかなか突拍子がなかったけど、はい、新レース、URA ファイナルス、はい、あらゆる馬娘が輝ける舞台と銘打ち解説されたこのレースをめぐり、あなたと担当馬娘の物語が今始まると。なんかそれっぽい、それっぽい春です。いい時期ですね。はい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 。まあまあまあ、チュートリアルですかね。数多くの、名馬娘が思いを託し、後進がそれを引き継いできた、連綿と続く継承の場、三女神像前。はいはい。先ほど説明ありましたから分かりますよ。はい。今日もまた新たな馬娘が思いを継いで走り始める。あ、今から始まりますからね。はいはいはい。なんか始まりましたね。なんか引き継いでますね。よ、なんか継承が完了しましたね。はい。よくあるけど、なんかスピードは上がってますね。まあまあ、ね、大馬さんですから、それはスピードが。スタミナも大事ですからね。はいはいはい。スタミナとパワーね。はいはいはい。なるほど、なるほど。はいはい。根性ね。はいはい。ね、そうですね。うん。大事ですね。賢さも大事ですね。はいはいはい。ダート適性もある。はあ、はあ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 。ダートもあるんだ。はあはあはあ。で、短距離適性ね。はい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 。長距離適性ね。はいはいはい。あ、そういう、あるんですね。目標まで2ターン。ジュニア級、メイクレースにデビュー。出走ってことで、はあはあ、で、今日からいよいよダイワスカーレットとの本格的なトレーニングがスタートすると。はい、始まりますと。で、一番の馬娘を目指しダイワスカーレットとの日々が始まったと。はい、始まりましたね。ほう、目標でございますね。あ、ここに上に書いてあるのね。
はい。ターンを表示します。ああ、この左上に、ああ、見えてますね。ターンって文字が。2ターンってなってますね。はい。はい、トレーニングしましょう。ね、トレーニング大事。あ、いいね。